さあいよいよ直線の攻防。さあ先頭に立ったのはダンツシアトル。あと 200m 一気に後続がやってきた。ダンツシアトル差を広げる。2番手はメジロレグルス。完璧です。圧倒的な強さを見せました。ダンツシアトル1着2着はポショリーブ。これは桁外れの強さだ。ダンツシアトルさあいよいよ直線の攻防。ここで先頭変わりました。先頭はアドバイアチケット。アドバイアチケット先頭。2番手はメジロステージ。先頭を捉えるか。あと 200m アドバイアチケット先頭だ。しかし後続のアシードもなかなかいい。メイプアルテミスやはり強い。メイプアルテミスメイプアルテミスわずかにメイプアルテミス体勢有利。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。先週の牝馬の G1 に続き、今週は朝日杯フューチュリティステークスです。スピード、素質、そして完成度が問われるこのレース。ここを制して来年の春の主役に名乗りを上げるのはどの馬か。さあ最後は大外枠の大気テンダー。ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ブラウンシチー好スタート。マスターフェアリー、この馬も好スタートを切りました。タイキタガースコ前に行きそうです。タイキタガースコ釣りかけていきました。並んで11番エイコンロード。その外からタイキテンダー、内からはエイペカフェ、その外から当選リーガル、赤の帽子ウイニングチケット、その後ろすぐ隣に成田ウェーブ、その外にダッシュチャンネル、オレンジの帽子ルリノチャーマー、その後ろ内からは大気ハンド、その外から LA ウィン、内からは成田大臣、一番後ろにスイーツコース。ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。さあ先頭はブラウンシチー、大気テンダー、ほとんど差がありません。マスターフェアリー3番手スイーツコースいい位置。安城のゴーサインに応えるか。ブラウンシチー先頭、差はほとんどない。2番手はブラウンシチー。ブラウンシチーさあ果たしてこのアシーロはどうか。あと 200m 一気に後続が襲いかかってきた。残り 100m MA ウィン粘る。2番手は成田大臣 MA ウィンホールイン MA ウィン1着2着は成田大臣、見事に勝ちました。 MA ウィンスイープコース完敗です。着外に沈みました。